古谷宗吉連続殺人事件とは、1965年11月、滋賀、福岡、神戸で相次いで老人が殺害され、警視庁ではその手口から同一人物によるものと推定、12月9日、広域重要事件105号に指定された事件である。その2日後、京都市伏見区で2人の廃品回収業者が絞殺死体で発見されたが、この現場から強盗殺人の前科のある古谷宗吉の指紋が検出された。このため、古谷は指名手配された。古谷は1914年、長崎県上屋形郡上屋形町、津島、で生まれた。4歳の時に母が他界し、農業と魚業者をしていた、父は新天地を求めて、朝鮮に渡ったため、親類に預けられた。小学生時代の古谷は、友達の物を取ったり、下級生をいじめるなどする悪ガキで、喧嘩をすることなど、当たり前だったそうです。10歳の頃、帰国した父親が再婚し、再び父の元に戻った古谷はまま母と暮らすこととなったが、その仲は悪く、いじめられていたという。家に寄りつかないようになり、盗みをして暮らすようになったという。小学校を出てすぐに、一家は広島に移った。その後中学2年の時、相変わらず粗暴な性格の古谷は、教師を殴り退学となっている。1930年、16歳の古谷は、窃盗で岩国の少年院に入り、以後、窃盗、詐欺、恐喝未遂で出たり入ったりを繰り返した。16歳から51歳までになんと34年も獄僧で暮らしていることになるのである。1951年の5月と6月、共犯者と福岡で1人、暮らしの人を金目当てで襲い、2件で2人を殺害していた。共犯の坂本昇は主に見張り役だったが、殺人を犯したのは古谷だった。裁判ではなぜか坂本が主犯ということにされ、死刑判決を受けている。古谷はその頃、恐喝で明石刑務所に服役しており、罪を問われたのは、坂本の死刑執行後のことで、証拠不十分で懲役10年を言い渡された。1964年11月9日、熊本刑務所仮出所。50歳の再出発だった。しばらく、熊本市内の保護法制保護施設にいたが、翌年5月5日に出て行った。ここから殺人案件の始まりだった。1965年11月9日、滋賀県大津市の海水浴場で、管理人の大島さん、59歳、が絞め殺されているのが発見された。さらに同22日午後5時半頃、福岡県粕屋郡新宮町上野府の自宅で、英語塾講師黒木さん、50歳、が何者かに刺し殺されているのを帰宅した妻が見つけた。現金5000円、着衣、食パン、ラジオなどが取られており、代わりに現場にはネーム入りのズボンが残されていた。それは、大沼伊勢蔵、という男のもので、滋賀の大島さん殺害現場に落ちていたものも、大沼のものだった。29日、捜査員が神戸市垂水区の廃品回収業を営む大沼伊勢蔵さん、57歳、の小屋を訪ねたところ、すでに大沼さんは殺害されているのが見つかった。大沼さんの遺体は死後1ヶ月は経過していた。警視庁は12月9日、滋賀、福岡、神戸にわたる3件の老人殺害事件をその手口から同一人物によるものと推定、広域重要事件105号に指定した。12月11日、今度は京都市伏見区の鴨川橋下バラックで廃品回収業者市村清二さん、60歳、の絞殺死体が発見された。さらに3時間後、同区中島河原町の京川橋下のバラック小屋でも広戸平三郎さん、67歳、が殺されているのが見つかる。この現場からは、前科のある古谷宗吉、当時50歳、の指紋が検出された。古谷は事件の犯人として、ようやく指名手配されることになった。指名手配されて、すぐの12月12日、古谷は兵庫県西宮市で逮捕された。この日、古谷は海岸の小屋に住む廃品回収業の老人2人を襲い殺害した後、巡回中の警官に職務質問を受け、現行犯逮捕されたのである。事情聴取を受けた古谷はあっさりと犯行を認めた。滋賀、福岡、神戸、京都、西宮の事件7人の他に、11月5日に大阪高槻市で建設作業員、53歳、を殺害したことも自供した。11月5日には大阪府に住む建設作業員山本さん、53歳、をカッターシャツで首を絞め殺害。11月9日、滋賀県の海水浴場、管理人大島さんを絞殺。11月22日、福岡県の英語塾講師黒木さんを刺殺。12月3日、京都市で廃品回収業市川さん、60歳、広勝さん、67歳、を殺害。12月12日、兵庫県西宮市の堀切川、河口の小屋に、飯を食わせてくれ、と入ると、廃品回収業奥村さん、69歳、とその知人の山本さん、51歳、に、泥棒、と騒がれたことから、持っていた手斧で殴って殺害し、直後に逮捕された。この殺害のほとんどは、飯を食わせろ、泊まらせろ、と言って断られたり、騒がれたりしたためだった。
古谷は被害者たちと殺害の前には話し込んだりしていたが、カッとなると、あっさり殺した。彼らに狙いをつけたのは、路上で出会う彼らが最も身近な存在で、一人暮らしで小金を貯め込んでいると思っていたからだった。もし、仮に飯を食わせ、止めていたとしても犯行は行っていたのではないのかとは思いますが。そして、1971年4月1日、神戸地裁で死刑判決。1978年11月28日、最高裁で死刑が確定した。1982年12月2日、古谷はかねてから反目していた同窓の死刑囚、当時39歳、に隠し持っていたハサミで襲いかかり、1週間の怪我をさせた。10人を殺してきた男の、最後の殺人未遂だった。ちなみに当時、死刑囚が処刑されると、仲間の死刑囚が、拘置所内の仏間に集まり供養するという極刑囚、集会が行われていたが、この一件で廃止となった。1985年5月31日、大阪拘置所で死刑執行。享年71歳であった。死の前、古谷はこんな顔を残している。幸運を背負いて登る老いの坂、重きに絶えず涙こぼるる。この男は、自分より弱く、金を持っていそうな老人ばかりを狙い、その毒牙にかけてきた。幼い頃から悪事を続け、結果何の構成もないまま、このような悪魔が生まれてしまった。生まれてすぐの悪者はいません。ですが、育った環境や愛情のなさが、やはり人間を悪魔に変えるのでしょうか。では、ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。